皆さんこんにちは、山本由伸です。今回は武田小丹がちょっと悩みがあるということなんですけれども、はい、そちらについて回答をしていこうかと思います。はい、もう3年の視聴者の皆さんとのお付き合いなので、僕がどれくらい筋肉がつきにくい体質かそろそろご存知いただけていると思うんですが、僕のインスタグラムでアンケートとか質問コーナーをやると、なかなか筋肉がつかないですって方意外と多いんですよね。で、特にジムで声かけていただく方がやっぱり僕と同じで、いわゆる昔でひょろがりって言われるような方多いんですよ。なんで今日はガリガリな子たちがなぜ筋肉つかないのか、どうしたら筋肉が手に入るのかっていうのをテーマにしたいと思います。わかりました。ガリガリの人というのは太れない、はい、というのがあるんですよね。はい、太ることができると、まあ大体筋肉も一緒についてくるものなんです。まあ、体脂肪を増やしたくないという人とても多いと思うんですけれども、はい、細い人というのはそもそも脂肪もつけられない、脂肪をつけられないし筋肉もつけられないと。もともとですね、細い人が太ることができると脂肪も筋肉も同じようについてくる。もともと細いわけですから、はい、脂肪と筋肉両方つけてから食事をちょっと元に戻すと、うまく脂肪が落ちてくる、はい、筋肉が残るということになりやすいので、むしろですね、ひょろがりの人の方がボディービルダーとして体制しやすい可能性もあったりするんです。逆に大きくなりやすい、はい、筋肉を増やしやすいという人は脂肪も増やしやすい、そういう人って減量が苦手なんですよね。で、まあ、すごい太りやすくて筋肉も脂肪も大きくて、ジムではすごい高重量を上げて体も大きい、はい、でもそういう人がコンテストに出るとどんどんしぼんじゃうんです。で、嫌になっちゃって結局コンテストに出るのをやめるという人とても多いんですよね。なんかこの話はでも多分世の中の人もボディービルコンテストの映像とか見ると多分信じてくれないけど、それあるんですね。じゃあそんな人だからこそどうやったらそれを叶えるかがポイントです。はい、まずはどのようにして太らせていくかなんですけれども、やっぱり食べることが大事なんですね。ちゃんと食べないとダメ、食べられないというのはじゃあ何か、まあ、結構痩せてる人にですね、まあ、なんで太れないんですかって聞くと、食べてるけど太れないということが多いんですけれども、まあ、実際はそんな食べてないことがとても多いんですね。僕そうですね、まあ、ダイエットしているのいて全然食べてないのにダイエットできないっていう人の逆になるわけですけれども、はい、実際に例えばすごい食べたとしても他ではあんまり食べてないとかですね、トータルで1日見てみるとそんなにカロリーも栄養素も絶対量も取れてない、ということが多いんじゃないかなと思います。食べてる回数が実際その先生とかがアドバイスしたい内容よりも行ってないケースもあれば、もう僕がまさにそうだったように、その先生と一回ステーキ食べに行った時に発覚しましたけども、はい、先生は当たり前に 700g をペロッと食べる、竹迫は 300g でもヒーヒー言ってたので、この食べれる量の限界値が早いっていう人もいます。これ両方ともやっぱり改善した方がいい、はい、そうですね、まあ、回数も量も増やすことがベストではあるんですけれども、まずは食べる量ですね。まあ、なんでいっぱい食べられないかと、あるいは大食いの人はなんであんなに食べられるのかと言いますと、それは胃の伸びる度合い、大食いの人のですね、まあ、レントゲン写真撮ってみると食べた後すごい胃が大きくなってるんです。はい、普通の人だと食後はこれぐらいにしか膨らまないのが、大食いの人はもうこれぐらい膨らんだりしてるんですね。これは訓練でなります。ですのでちょっと頑張って胃を伸ばしていく、はい、大食いをするというのを何回か続けるんですね。そうするとだん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 胃が伸びるようになって、いっぱい食べられるようになる、食べる分には食べれると。そうなんです。ですから、まあ、大食いも訓練なんですね。はい、ある程度、まあ、プロレスラーとか力士の人が、まあ、上の先輩に言われてもめっちゃ食わされるというのがあるんですけど、まあ、それでやっぱり食べられるようにはなるんですね。これはもう経験則で、無理して食べていけば食べられるようになるということがあるかと思います。ただそれやりすぎるともうお腹壊しちゃって、もうどうしようもなくなる、鍛えるどころか、まあ、胃腸のオーバーワークになっちゃう、怪我をしてしまうのと同じような感じになります。そのような時はどうすればいいかと言いますと、まずは脂肪の多いものは避ける。同じような傘であっても脂肪が多いとどうしてもですね、脂肪だと傘を取ることができない、炭水化物とかタンパク質の方が全体的な体積を多く取ることができますので、それだけ胃を膨らませやすいというのがありますし、あと消化のスピード、大きくなってその後縮むでいくまでに時間がかかると、もうお腹がいっぱいになって
きついです、うんうん、脂っこいもので胃を膨らませてしまうとなかなか元に戻らない、はい、消化されない。ここではもうちょっと消化の早いもの、うん、ここではタンパク質と糖質、はい、ただ糖質もちゃんと噛まないとダメです。糖質の消化を早くするときというのは胃で、はい、唾液で消化させることが大事なんですね。胃の中というのは糖質の消化ができないです、うん、タンパク質とかは消化できる、はい、ですのでちゃんと噛んで、うん、口のところで糖質をちゃんと分解してから胃に持っていくということが大事になります、はい、ですので、まあ、ご飯とかパスタとかですね、はい、ちゃんと噛んでから胃に送り込んであげる、うん、そして脂っこいものは避ける、はい、そういうものを大量に食べる、これを継続していくと胃が伸びて縮んでというのが何度も起こって、それで食べられるようになってくるはずです、はい、なるほどですね。確かに僕の経験上、これはまあ番組企画の関係で1年に数回この2年間です、はい、連続でやってましたが、確かにこの経験がどん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 食べれるようにしてくれてる実感はありますね、はい、そうですね、あのマッスル北村さん、ご存知の方いらっしゃるかもしれないですけれども、はい、もう鍋いっぱいのおじやを作ってそれを食べるまでは寝ないとか、そんなエピソードがあったりしましたけれども、やっぱり雑炊とか、はい、うどんとかですね、消化の早い油の少ない糖質、はい、まあ、それにタンパク質を何か付け加えていくと胃を大きくしやすい、はい、まあ、カロリーも取りやすいということになるかと思います。先生、あの僕なんかの場合は結構これを取り入れてから楽になったなっていうのが、間食をできる限りちゃんと使うっていうところなんですけども、間食はやっぱりその筋肉がつきにくいとかガリガリになりやすい人はやっぱり取るべきですか？やっぱりその間食といいますか、血糖値ですとか血中アミノ酸濃度が下がるタイミングを、うん、まあ、できるだけ減らす、はい、常にある程度血中アミノ酸濃度が高くて血糖値が下がらない状態を保つと、はい、うん、いうことが大事ですので、まあ、間食は非常に大事ですね、うん、ですので、まあ、先ほどいっぱい食べて胃が広がって元に戻ったらもうすぐまた増やすぐらいの、はい、それぐらいの間食、軽い料理でいいですので、プロテインとバナナとかそんな感じでもいいですので、まあ、ちょこちょこ食べていく。ですので、まあ、1日ですね、3回がっつり食べるのが大変だったら2回とかでもいいです、うん、2回思いっきり食べて胃を広げていって、はい、他は間食をちょこちょこ、うん、というような感じにするとそんなに無理なくいけるかなとは思います。ここで出てくるのがあの例のマッスルシェイクですね先生、はい、そうですね、まあ、間食として今プロテインとバナナというお話をしましたけれども、はい、やっぱりプロテインを飲むというのは液体ですので、はい、非常にカロリーが取りやすい、うん、あとまあ味も美味しくてですね、はい、そんなにまあ胃腸への負担もかからないということがありますので、プロテインとあと冷凍バナナとか、はい、まあ、カットフルーツとかでもいいです、うん、ジュース系 100% ジュース、はい、アップルジュースは比較的何でも合うんですけれども、うん、まあ、アップルじゃなくてオレンジとかグレープフルーツとかブドウジュースとか、はい、まあ、合うもの何でもいいですので、はい、プロテイン、カットフルーツあるいは冷凍バナナ、はい、そして 100% ジュース、はい、これをまあシェイクする、はい、でまあ、もしもうちょっとカロリーが欲しいという場合はアイスクリーム、これ美味しいんですよね、入れちゃうんですね、はい、まあ、ここで、まあ、私がよく言うのはアイスクリームも安物の方がいい、高級なアイスクリームはちょっと脂肪が多いんですね、はい、美味しい分脂肪が多くなってしまうんですけども、まあ、安いアイスクリームってあんまり脂肪がないですので、はい、まあ、それを入れるとまたカロリーを稼ぐことができる、うん、まあ、さらに甘くしたければ蜂蜜を入れたりとか、はい、そんな感じでですね、まあ、それを間食として飲むというのもなかなかいいのではないかなと思います、はい、結構僕はマッスルシェイクを特に今シーズンのオフの時使ってたんですけど、結構すぐできるから皆さんにもおすすめです、うん、先生、間食でもう一個だけちょっとご相談なんですけども、はい、結構周りでジムにいるボディービルを目指している子たちがナッツを間食とかでポリポリ食べてるんですよ。こういったそのいわゆる食事があまり苦手な方、胃腸が弱い人で糖質メインで摂りたい方は間食でナッツって果たしてどうなんですか？ナッツはちょっと油が多いですね、うん、ですのでケトの時とか、はい、ダイエット中の間食としては結構いいですけれども、うんうん、バルクアップしたくてあんまり食べられない人だと、うん、ナッツで結構お腹いっぱいになっちゃうんじゃないかなと思いますので、まあ、ちょっとバルクアップしたい痩せ気味の方はナッツよりはマッスルシェイクの方がいいんじゃないかなと思います、うん、はい、ここをちょっとですね使い分けをしないといけないので自分に合うもので選んでみてください。最後の先生もう一個だけ、今ずっと食事の話したんですけど、個人的にこれは自分も先生に何度も指摘をされたことなんですが、動きすぎとかストレスみたいな悩みを抱えすぎ、はい、
トレーニングとか頑張りすぎのこの3点で消費が多すぎる人が多い気がするんですけど、これってどうですか実際。まあ、やっぱりそうです。ちょっと太ってる人を見ますとあんまり動いていない、そういうことを言うとちょっと怒られそうな感じもしますけれども、はいはい、逆に大きくしたい場合はできるだけ動かないようにする、うん、寝っ転がっていてですね、だらーんとしている、うん、そのようにした方が消費カロリーが少なくなって体重を増やしやすい。例えば、まあ、階段とか使うよりはエスカレーター、エレベーターを使うと、はい、できるだけ日常生活で歩かないようにするとかですね、うん、立ってる時間を減らすとか、うん、まあ、歩かないでタクシーを使うとかですね、はい、そのようにすることで消費カロリーを減らして体のですね、まあ、疲労を取る。おそらくまあ太りにくい人というのはちょっと疲れやすい状態、うん、普段から動きすぎてですね、はい、疲れやすい状態になってますので、それをもっと動きを減らすということもちゃんと筋肉をつけて体重を増やしていくための一つのポイントにはなってくるかなと思います。これがどれか見落としてって損してる方、僕個人の経験としてもそうなんですけど、はい、多いので、今ですね筋肉つかないと思ってる人は改めてこの動画一からもう一回見直していただいてやっていただきたいと思います。まあ、さらにですね、まあ、もっと食べたいという方は消化酵素を使ったりとか、はい、そのような方法もあったりするんですけれども、はい、まずは今回お話した方法を試していただければと思います、はい、今回はなかなか太れない方、はい、体重を増やしていく、筋肉と脂肪両方を増やしていくための方法について詳しく解説していきました。面白かった、興味が持てたという方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。